ロイヤル・ブラッドはイングランド・ブライトン出身のロックデュオ。2013年に結成。2012年にイギリスのブライトンでマイク・カーとオーストラリア出身のドラマーであるマット・スワンの二人で結成したが、2013年にドラマーがマイクの友人であるベン・サッチャーに交代。同年のグラストンベリーフェスティバルでアークティック・モンキーズのドラマーであるマット・ヘルダースが、 ロイヤルブラッドの T シャツを着ていたため、知名度が急上昇した。2013年11月22日にデビューシングル、アウトオブザ・ブラックをリリースすると、全英ロックチャート1位を獲得。2014年8月25日にアルバム、ロイヤルブラッドを発売。全英アルバムチャート1位を記録し、10月には2015年にヨーロッパツアーを行うことを発表。 2015年に行われたグリッドアワード2015ではコールドプレイラーを抑え最優秀ブリティッシュグループ賞を受賞したほか最優秀ブリティッシュブレイクスルーアクト賞最優秀ブリティッシュアルバム賞にノミネートされた6月にはイギーポップと共にフーファイターズのツアーのサポートアクトを務めたありがとうございます